きたいと思います。じゃあこちらから、はい、BC ストリームライダーの斉藤千春です。はい、川井美穂です。岸田みなみです。よろしくお願いいたします。さあ、はい、今回のモデルはこちら、はい、 S ですね。 SS、はい、S、 これぶっちゃけすごく乗りやすいと思うんですけど、どうですか。いや、もう文句ないんじゃないでしょうか。文句ない。どこでも行けます。はい、どこでも行ける。はい、ちなみに、はい、S 乗って何しますか。え、何でもします。全部全部。もうか、大会もそうですし。お、大会も出る。そう、遊ぶもそうですし、どこ滑るのも S で、うん、すごい。もう本当に十分、うん、本当に取り回しもしやすい。あ、遊べます、遊べます。本当にオールラウンド。自分これでガンガンカービングしますもん。うん、そうだよね。この振り幅やばくないですか、うん、S って本当にオールラウンドしやすい。しやすい。ジャンプまでカービングもしやすい、うん、すげえ、うん、本当にオールラウンドなんだなっていう、うん、本当ですね。じゃあどんなスノーボードする人にももしかしたら合っちゃうような板ですね。全員がこれでいいと思います、うん、本当に本当そう思いますね。そんな全員乗れる板のこう長さっていうんですかはどんな感じですか。そうだから、長さも細かくあるんですよ。やば。キッズもあるから一番短くて128、あ、短い。でそこからだいたい3センチとか5センチ刻んでて135、28と35がキッズモデルですね。で一番短い女性のモデルが143で147で150、153ってあるので、うん、もう細かく本当選べるんじゃないですか。あ、すげえ、うん、そうだよね、うん、こう私だからもう143だよね。135でも折れるけど、うん、ですね。そうですね、まあ、だから普通に考えて135ぐらいなのかな、長さ的には。まあでもそうですよね。でも、まあ、143が一番ドンピシャかなっていう感じで、うんうんうん、自分みのりさんよりちょっと大きいんですよ。そう、うん、そうなんでちょっと長い147とかが乗れるんじゃないかなと思うんですけど、結構もうちょっと長めのやつも乗ったりします。うん、私153ぐらいが一番カーブも砂漠もやりやすいなと思います。でかいからね。せ、割とありますね。うるさいな。そう、本当でも本当だから長さもですし、結局短くしたから頼りないとか、うん、長いから取り回しがしづらいとか、うん、そういうことが本当に一切ないじゃないですか。あ、これ、うん、あ、本当にみんなに乗ってほしいなと思います。みんな乗れる。あー、ね、すげえ。なんかもうこの気持ちがいい、この形、気持ちがいい形、うん、かっこいい。それなんかすごいスノーボーダーっていう感じで。そうですね、本当スノーボードっていう感じ。うん、わかります。これプラスこう自分が乗りたい長さプラスちょっと硬い、ちょっと柔らかいみたいな選べるじゃないですか、S って。そうね、S カスタムっていうのがあって、ね、やばい。フレックスが、これが一応レギュラー、ノーマルで、ハードとソフトの3タイプが選べるんですね。で、カラーも3タイプ。迷っちゃうね。悩んじゃいますね。皆さん、ひっくり返してください、ひっくり返して。ドロン。ほら、はい、ソールまで選べちゃうんですよ、ソールまで。このザイカットか、このノーズトップにある、はい、これも BC をちょっとこう、おしゃれかけさせた感じのおしゃれなグラフィックですね。なのでノーマルでそこからもうちょい硬さが欲しい人はハード、もうちょい柔らかくナチュラルに乗りたいみたいな方はソフト。あ、選べる幅がすごい広い。あのあれですね、フィールドがちょっと大きい時とか私はちょっと長めにしてソフトにしてます。あ、それもいいですね。長さは長く、フレックスは柔らかい。でも大きいところも気持ちよく滑れて、っていう感じでこうちょっと分けてました。ああ、いいですね。私も53のソフトとか乗ってました。そうすると本当トリックとかも非常にやりやすいですね。うん、選ぶ幅が豊富で乗る人を選ばない板、本当もどこでも連れて行ってもらえるので、はい、OK、ぜひぜひもう皆さん一度はこれを試してほしい。してみてください。上手くなりたいなら S ですね。ああ、やばい、それそうかも。そう、ここ本当にここスタート、うんうん、スタート、ここからお願いします。はい、BC ストリームの S 、はい、おすすめです。ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。
のワイドシリーズについてちょっとお話ししたいと思います、はいはい、そうなんですよ。なんでこの3人がここに座ったかっていうとってやつですよね。そうですね、そうなんです。そうですね、 S ノリの中でもワイドが大好きな3人をちょっと、そうですね、はい、集まってワイドについて喋りたいんですよ。ワイド大好きですね、はい、本当ですね。ちなみにワイド僕一番初め S で53のワイドを作ってもらい始めたのがスタートなので、僕53が好きなんですね、まず。じゃあ自分らがワイド乗れてるのはおお、なかなかいいところから話を出ます。そんなもんないです。でその後5、9出て、いよいよ今度5、6も出たじゃないですか。出ました5、6、はい、はい、そうするとチャンが結構5、3ワイドとか、うん、5、6ワイドとか、うん、その辺が操りやすく面白いんじゃないかなと思うんだけど、自分、うん、去年、うん、5、3ワイドに初めて乗って、うん、これいいと思って、でもちょっとやっぱ長さもうちょい欲しいなと思ったけど、その上が号泣だったじゃないですか。確かに、うーん、そうそう、長すぎるよね、ちょっとね、1年乗ったんですよ、やっぱ長かったんです。そしてやっと出たこれみたいな感じで5、6ですね。待ってました、ちゃんのためにできた5、6ワイドと言っても過言ではないですね。いやー、これは私のためじゃないですかね。あ、千原さんのためです、いよいよね、ちゃんには負けねえぞってやつですね。私のためじゃないですかね。ください、いやでも本当に去年 S の53ワイドとそれこそ59ワイドを2つ乗ってたんですよ、ね、両方使ってましたよね。両方使ってました、はい、でやっぱフリーライディングの中でトリック入れたりとか、うん、板さばくってなると結構、一応私も女性なのでそうするとちょっと59だとやっぱちょっと長いなとかちょっと難しいなっていう部分があって、はい、でもやっぱ53だともっと攻めたいなっていう時にもうちょっとっていう気持ちも、その斜面バーン設定にほとんど53でもいいんですけど、でもやっぱもうちょいってなった時に両方兼ね備える S のこの本当に56ワイドが非常に待ってましたっていうモデルです、はい、いよいよ1本でオールラウンドに行けるってやつですね、はいはい、お二人が。そうですね、はいはい、ここが待ってたから本当にね、これ見てる方は待ってた人多いんじゃないですかって思うじゃないですか、うん、僕も56ワイド乗ってるんですよ最近。おー、ちなみにこの色、これは僕の色じゃない、この色乗ってるんですけど、56ワイドいいですね。いいです ね、 ね、バランスよく何でもできるっていう感じです。本当に男性も、そう、女性も、はい、チビも、はい、いけるっていう56ワイド今年から出た、はい、うん、でそこからもうちょいスピード乗せたいとか、はい、もうちょっとストイックなところに攻めたいとなると、やっぱり号泣まで伸ばしたいんですよ。そうですね、はい、確かにそれやっぱあるじゃないですか、はいはいはい、実際千原さんも大会出てる時なんかは号泣ワイド使ってる時のが多かったかなと思う。そうですね、去年はもう大会はほぼほぼ号泣ワイドで、うんうん、でもいよいよ今度これからシャドウとか雪質に合わせて56ワイドも選べるようになったからですね。そうですね、はい、最高ですね、非常にありがたいですね、はい、はい、いや本当ですよ。でね、なんでワイドが好きかっていう話なんですよ。せっかく3人が来たから。間違いない、はい、発表会ですね。発表会なんだけど、多分これ全員共通だと思うんだけど、はい、エッジ立てたいっていう話でよくないですか。はいはいはい、はい、板立てた時にしっかりこのエッジが噛んでグーンってカーブしたりとか、この噛んだエッジを蹴ることによってパンパンパンってトリック入れたりとかっていう、はいはい、要はこのエッジを使いたいなって思った時に、速度それなりに僕ら出すのが好きなので、はい、体いっぱい傾けたいなっていうのが、うん、やっぱりワイドですよね。そうですね、やっぱ動ける幅が、左右に動ける幅が全然違いますね、うん、ちなみにだって足のサイズいくつですか。23です。23、僕 24.5 ですよ。小さい足のサイズでワイドを選んでたらもうよく分かんなくなっちゃうじゃないですか、そこじゃないっすね。そこじゃないんですよ。千原さんは 25.5 あるから、まあそれでもいいんですけどすいませんね、はい、でも足のサイズとボードの幅っていう感じよりもどう滑りたいか、何したいか、でこの S のノーマルとワイドはもっとエッジを使いたいっていう人はワイドぜひ乗ってみてほしいなと思うし、こうスムーズにスマートにパンパンパンってさばきたいっていう人はワイドじゃないノーマルのシリーズの方がいろいろなこう幅広く遊べるだろうなとも思うし、確かに確かに、あ、それいいですよね、はい、同じ56でも56と56ワイドと乗り比べると今お話したそのエッジのっていうのがより分かっていくんじゃないかなと思います。はい、はいはい、いいですね、はい、あのターン中の安定感をぜひ体感していただき、ターン中の安定感をぜひ、はい、体感していただきたいですね。楽しさとかね、はい、これ乗ったら分かりますから、はい、うん、またこのハンマーヘッドとは違う、あのエッジングのスマートさ、ね、スマートさ、しなやかさ、うん、そして俊敏さっていうのが S にはあるんじゃないかなと思うね。そうですね、操作感もいいのに、
楽しんでほしいですよね。本当に本当に。ついにね、僕ら S が大好きなので S のこと喋るともう止まんなくなるので。そうですね。そろそろ締めてみましょう。はい、わかりました。ぜひともいろんな人はに S 乗ってほしいです。はい。その中でもエッジングを楽しみたい人は53、56、59ってワイドシリーズありますので、うんうん、こちらもチェックしてみてください。はい。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。